こんにちは人そうでんか毎週聞いてるたんびに過去最多を更新してて昨日が822だったんで664だと少なく感じるという感覚待ちですね。だけど相当1%は少なくても支死者が出てくるんでもうちょっと笑えないですよね。しかも神奈川とか福岡広島。 宮城とか、なんか地方の大都市に広がってますやちょっとね、あっから、ちょっとどうなのかなっていう、ちょうど勝負の3週間でしょ、終わったのが17日かな、あるいは重要な3週間って言ってて、それ全部失敗しちゃったっていうことなんだけど、何がいけなかったのかっていう、反省がないんですよ。 あのちょっと売れてるのし感染がピークが過ぎてから死者が増えるっていうのが、大体、うん、これまでのパターンだったんだけど、はい、今感染、新規感染者が増えながら、うん、重症者も死者も増えているっていう、はい、なんかすごい重,、はい、重たい感じじゃないかっていう、うん、で、2800人、あっという間に超えちゃったでしょ、うんはい、でこのまま重症者600人超えてるから。うんうん このまま行くと3000人の方が亡くなる可能性を持っていて、うんうん、あっという間のような気がするんですわ。うん、で、これって、すごいことなんじゃないかと思うんですよ。うん、で、大阪なんか特にひどくて、陽性率が10%ずーっと超えた状態で、うんはい、で、1万人あたりの死者っていうのを計算したんですわ。うん、そうすると、 北海道なんと0.64人、大阪は0.43人、それから東京が0.38人っていう感じなんですけど、陽性率が10%超えてるとか、東京の新宿近辺とかには20%とかね、これはもう本当に明らかに検査してない、検査漏れだらけで、多くの人が発見しないまま亡くなってるとかね。 でも後から気が付いたら陽性だったとかいうのは、大阪なんかすごいじゃないですか、はいはい、だからこれ、ちゃんとしなきゃいけないと、うん、で、私の感覚では、多分年末年始は、ロックダウン、うん、事実上、ロックダウンに近い状態になっちゃうと思うんですよ。うんうんうん そうすすれば多少は減ると思うんでだけど前と同じやち間違いを繰り返す、うん、で僕らずっと4月ぐらいからずっと言ってて、うん、検査しなければ、うん、それは自粛すれば減るけどみんな潜っちゃうだけだと、うん、ウイルスのこう幹になるような幹ウイルスみたいなのが残っていると、うん、そうするとまた変異したものが、うん、一斉に広がる。うん だから本当に徹底的に検査しなきゃいけないんですけどそれをやってさ今そのなんていうの感染者がすごく少なくなった国とあるもんねあるよ、うん、だからあの非常に厄介なんですよこれ周期的に波になってるってことだから、うん、で今とにかく優先しなきゃいけないのは、うん、あのな看護師さんを非常に、うん 手厚くやらなきゃいけないって先週やったじゃないですか、はいうん、ようやく政府が動き出してやり始めましたよね、うん、今やっぱり必要なのは、死亡、うん、をとにかくできる限りは、うん、あり少なくしようと、そういうふうに考えると、高齢者施設とか病院とか、うん、そういうところを徹底的に社会検査、うん、無症状者の検査をしないといけないと思うんです。うん で世田谷方式って言われてるものは前も言ってますけど、うん、沖縄とか、うん、あるいは墨田区内代田区目黒区いろんなものが別にもう市議市長と関わりなく始まってるのは当たり前で、うん、高齢者施設の介護職員とかそういうのを定期的な検査していけばかなりこう目をつぶの、うん 住むことがでできるわけじゃないですかで世田谷は3600人検査して、50何人だったっけな、割りと、えー、53人か、53人、3件見つけたわけですよ。で、これで事前にこの人たちを隔離すれば、高齢者施設の集団感染を防げたわけじゃないですか。 それを今やらないと、どん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 死んでいっちゃうじゃないですか。見てると、若い人じゃだけじゃなくて、65歳以上の人がどん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 感染が増えてるじゃないですか。だから今やっぱりやるべきは、あの、高齢者施設や病院に関して、無症状者を徹底的に検査して、隔離して、とにかく死亡につながるものをできるだけ 目をつんでいくっていうことをまずは緊急にやらなきゃいけないんじゃないかと僕は思うんですねでも病院で濃厚接触者のお医者さんとか看護師さんが濃厚接触者だと今隔離1週間10日間されなくちゃいけないんでのそのかかってはいないんだけど濃厚接触したために仕事ができなくなってるっていう現場の現実もあるし。そう だけこの間テレビで見たのはもうあの病床でね感染した人の使ったシーツとかああいうののものまで全部もう。 あの洗濯に出すのとかっていう、それももう今も看護婦士さんの仕事だよね、うんうん。まあ清掃業者さんとかが感染を恐れて入,れ、ね、入らなくなっちゃったりとか、ね、だから看護師さんの仕事はどんどん増えてるってことだよね。どこが人入る今の支援のやり方ではまだまだ不十分だということをね、僕ら考えなきゃいけない。ね、もう一つ、じゅ今日、うん 18日だよね、うん、そしたら年末年始ってやっぱり、うん、あの医療体制ってお医者さんとか看護師さんとかって、うん、やっぱりお休みするほら子供がいるから預けるとこもなくてって、うん、なった場合、うん、そうすると今ってまだ GoTo 止まってないでしょ、うんうん そしたら今のやつっていうのはいつ出るの、うん、結果って大体2週間ぐらいだって言われてるけど週間、うん、だから14足すとだって3週間たって 3> 3 1月の2日か 3, 3, <月> 3>, 3日だねそうそう,う2500人ぐらいで大変だとか言ってたのは、うん、昨日3200じゃない大丈夫なんかな、うん、者が出てきてき 勝負のなんとかとか言ったんだけど、うん、600人増えちゃってるわけでしょ400年からいや先生が年末年始は事実上の都市封鎖って言ったけど、うん、年末年始に都市封鎖すると年末年始のことが間に合わなくなっちゃうんじゃないかなって今ふと思ったいやそれもあるけど、うん、経済的にもたなくなっていくんじゃないかとそ、うんうん、うそれのが心配だよね、うん、だって、うん 株価が上がってさ、不動産も売れてんだよ。うん、バブルなんだ。だけど、片方でコロナ氷河期みたいなね、うん、若い世代の就職率が悪かったりとか、うん、雇い止めみたいなのが来たり、給配業がひどく増えたりってことになっちゃうじゃないですか。うそういうリスナーさんからのメール、たくさん来てますね。いや、そうでしょ。はい、それで、この、さっきも、ちょっと実は大竹さんと話したんだけど、うん、その、GoTo 辞める決断で、うん タイミングが遅くて、正月の準備で仕入れもしちゃったみたいなね、そういう話があるわけじゃないですか。はい、僕は一旦決めたのに、うん、あの、決めたら変えないとかね、うん、国会を開かないとか、うん、人と話し合って知恵を出して、与野党で一生懸命生命に関わるんだから一緒にやるとかね、うん、そういう基本的な姿勢がなくて、うん、全部、 自分は正しいんだっていう形でやったあげくが、全部失敗してるんですよ、この3か月間、ガスって自分で言ってるから言えば、ガス爆発みたいな、そういう感謝、あちゃんと笑ってあげてる、久しぶぶりだかからっっったここにをと思いやいよ。感染者がもうずっと増えっぱなしでしょ、GoTo も変えないでしょ。 東京オリンピックやるとか言ってるけど、うん、NHK の世論調査でさえや,やめるか延期するのは圧倒的でしょ、うん、なんか人がこう決めたことは全部、うん、あの是正しない。うん、外国実会議の任命拒否も説明でできないしそれから考えたら桜を見る会のやつだってホテル側の。 いわば、安倍後援会が900万円以上補填してたって分かっちゃったわけじゃないですか、うん、で本人の答弁は、うん、そんなことはないと言って、うん、ホテル側が領収書を出したとかね、うん、領収書は破棄したとかね、そういうことを言い続けてるわけでしょ、うん、国会、空転させた責任は異常に重いのに、うん、じゃあ、菅さん、何かって言ったら、うん、安倍さんが聞いた嘘だからね。うん 嘘を繰り返しただけだから、国会での発言責任がないいってうわけだよそんなことないでしょ、官房長官なんだから、一心同体でやってたっていうふうに考えた方がいいわけで、なんで間違ったことを是正しないのかっていうことを、僕はすごく、このウイルスのコロナ対策も同じことが言えるんだけど、異常だよ異常だと思う。ただねここまで来て なんか政府もともね、なんかもう手がなくなってきたなっていうか、そういう感じがして僕はね、ちょっとこの手がなくなってきたっていうのは、きちんとまっとうに議論すれば、まっとうな方策を取らざるを得なくなるんですよ。ところが、自分の子飼いみたいなやつとか、 お金もらってるやつとか、なんかそういう関連の人ばっかりを雇うわけじゃないですか、後日会議みたいなのを任命、協議した上でね、で僕は最近ね、とっても怖いなと思うのは、ジェネリックの,あの小林加工っていう、ね、会社があるんですけど、うんはい、これが水虫の薬の中に睡眠薬なんか入ってったみたいで,で、2人死んだんだってで、それさ、メディアがみんなタブーにしてるんだけど、 これみんなオリックスが5割の株を取ってるわけですよ、うん、あの買い占めたわけですようん、うんで。どうも役員はオリックス関連がついてるみたいなんだよ、うん、小林克典。でも何の説明もなくて、<ー>それで、はい、今、日経新聞で連載になってる、うん、その宮内会長のね、うん、発言でいうと、うんあの、こういうふうに菅さんのことを言ってるわけ、うんうん、意見が相違した問題には、総理大臣が、 決裁権を持つという形にすれば縦割りの弊害を減らすことができますって言っ、うん、で彼は規制緩和に救って生きていてあのオリックスは、うん、改革利権って散々言われて、うん、規制改革会議やめたわけじゃないですか一、うん、回、うん、で今も同じことやってるしまた成長戦略会議かなんかのメンバーに竹中平蔵氏がまた雇われてる、うんうん、で彼はほら あの国会戦略特区でもか、うん、か関わってるし、うん、この前問題になった一般社団法人のサービスデザイン推進協議会、あれですよね、持続化給付金のピンハネをやったところに関わってるわけじゃないですか。あの話、うやむやなったよね。うやむやなそれでまた議員やって、うん、それでまた自分で商売の種を作ってる、うん、こんなことやることに一生懸命やっていて、うん、国会の中でまっとうな議論をして、うん、決めたら買えないじゃなくて、 まず知恵を出してお互いを野党が強調してでもこのコロナの感染をね止めに行くっていうそういう姿勢を示していくことが僕は大事じゃないかなっていうふうに思ってるんです、うんうんうん。立候補してください。あすいません。でも本当にそういうふうになる。もうダメダメダメ。ありがとうございました。